ゾフィー・ホン・ブラバンとゾフィー・ホン・ブラバンとソフィー・ホン・ブラバン、二百二十四年三月三十日、クロイツブルクから二百七十五年五月二十九日は、ルードヴィング家出身の女性で、チュリン林玄炎白ルートビヒ四世と、ヒエリーベトの娘で、ブラバント公、アンリ二世の妻、ヘッセン炎白ハインリヒ一世の母、オジハインリヒラスペの死後、中林玄の統治権をめぐって、 セン編強迫で中林元砲迫を兼ねた重刑ハインリヒ三世と争った。父が1227年に第六回十字軍の途上で亡くなった後は相続権を持ったゾフィーの兄ヘルマン二世は当時わずか五歳であり、叔父のハインリヒラスペ、ハインリヒラスペ四世とも言うの貢献と支配受けた。ハインリヒラスペは彼らの母親のエディザベートを チュリンホ源ハクの宮廷から追い出した。ヘルマン二世はチュリンゲンに残ったが、ゾフィーと妹ゲルトルートと母はマールブルへ行き、母はその地で1231年に亡くなり、後に劣勢された。ゾフィーは1240年にブラバント公、アンリ二世と結婚した。彼らの結婚からは、後のヘッセンホ白ハインリヒ一世とエリーザベトが生まれた。 ヘルマン二世は1241年に19歳で、亡くなり、以後は1247年まで、ハイン・リヒラ・スペが、中林元縫白を務めた。1243年に、ゾフィーのいとこで、ベッティン家のマイセン編共白ハイン・リヒ三世は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世から、ルードビング家のハイン・リヒラ・スペが子供を残さずに、亡くなった場合の低林元縫白位についての確約を、 取り付けた。1247年にその事態は訪れた。ゾフィーは、ハインリヒのために、叔父のヘッセンとチューリンゲンの遺産を相続する権利を訴えた。1248年に、ゾフィーの夫、アンリ二世が亡くなった。ゾフィーは4月23日に、ドイツ騎士団が防御を固めるマールブルクに拠点を構え、彼ら全員のルードビング系の忠誠を確認した。 こうしてソフィーは中林源及びヘッセンの女漁師としてドイツ騎士団の支援で安全を確保した。彼女はこれにより1244年に生まれたハインリヒが後にヘッセン砲白領となるルードビング家のヘッセンの所領へ移行する基礎を固めたのであった。1249年7月1日に反乱を起こしたチューリンゲ源の伯爵たちケーフェルンブルク博。 シュバルツブルク博、バイヒリンゲン博、ホンシュタインウンフ博、オーラミウンデ博、シュトルベルク博は、新しいチューリンゲン法博となった、ハインリヒ三世に服することとなった。これによりゾフィーは、ハインリヒ三世と一時的に和解し、1250年3月2日に、協定、アイゼナハ方針を交わした。これは、バルトブルクとヘッセンを統治する彼女の息子、ハインリヒを、 ハインリヒ3世が10年間貢献管理するというものであった。1254年、娘のエリーザベットとアルブレヒト・フォン・ブラウン・シュバイクとの結婚で、ゾフィーは新たな協力者を得た。アルブレヒトの父、ブラウン・シュバイクイコール、リューネブルク公、夫よは、ハインリヒラスペの死後中林原炮白料の北部の一角を保持していた。一方、1254年5月に、 マインツ大司教、ゲルハルト一世と交わした、ウーデシタット協定で、ハインリヒ三世は、マインツ大司教区の中林ン,ン内の所領について、行政権を委譲されていた。ゾフィーは、これが1250年の協定内容に違反していると申し立て、アルブレヒトの支援を終え、新たな敵対行動で中林ン,ン継承戦争を続けた。ゾフィーと、その支持者は、 1259年の春に、チューリンゲンのベッティン家に対し新たな軍事行動を起こして攻撃を行った。1260年には、アイゼナハの市場やフラウェンブルク、メチルシュタインなど、バルトブルク周辺の多くの城が破壊された。クロイツブルクとアイゼナハも、ゾフィーンの拠点となった。しかし彼女は、バルトブルクを攻略することはできなかった。ハインリヒ三世は、 翌1261年には、アイゼナ派を夜間の奇襲攻撃により奪還した。1263年10月27日、ハインリヒ3世の二人の息子アルブレヒトとディートリヒは、9時間に及ぶベーゼンシュテットの戦い、ベッティン家の本拠地の近くで、アルブレヒト・フォン・ブラウンシュアイクに勝利し、彼を捕虜にした。ゾフィはこのベッティン同盟軍に対する敗北を受けて、 中林源に対する主張を翌1264年に断念した。ただし、ヘッセンに関する主張は認められ、ハインリヒは1292年にヘッセンホウハクに就任した。1275年5月29日に死去。かつてのブラバントに位置するビルル・エル・エー・ビル。現在は、ベルギー領の死党会修道院の修道院教会に葬られた。ブラバント公は、帝氏、 アンリ二世と繊細の子のアンリ三世が相続。ヘッセンは神聖ローマ帝国の両方として、ハイン・リヒ一世の子孫に受け継がれていった。16世紀に、プロテスタントの擁護に立ち上がり、シュマル・カルデン同盟を結成したザクセン選帝公、ヨハン・フリードリヒとヘッセン紅伯フィリップは、ハイン・リヒ三世とゾフィーの子孫である。ハイン・リヒ二世との間に二人の子が生まれた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。